さかのゲートオープン直前になって2時間ディレイだそうです。飛行機の機体の不良で2時間ディレイ、そしてトランジットの予定している飛行機には確実に乗れないというオチが、オチではないな、罠が。とりあえず2時間待つしかないな。11時にディレイって言ってたのに、全く何もアナウンスもアップデートもないまま23時22分。いやー、このままキャンセルにならないことを祈る。このどんどん自分のフライトより後ろのフライトが旅立っていって、自分のフライトだけこの頭に残ったままである感じ。数年前の台風で成田に24時間いた時のことを思い出す恐怖がすごい。飛んでくれ。アナウンス来た。Qatar Airways flight 152 going to Doha is now ready for boarding at gate S8. All right, go. まあ飛んだとて飛んだとて十何時間を待たないといけない、ドーハで。すごいです、清掃ロボットが働いている。いやー、こりゃここから長旅になりそうですわ。まさかのシンガポール乗り換え、今日の7時25分になりました。他の日本人はみんななんか成田行きなのに、我々だけシンガポール乗り換え。振り替え便はこんな感じ。今夜のフライトでシンガポールへ飛び、明日の朝到着、すぐに乗り換え羽田へ飛ぶ形。明日の夜16時25分に到着です。なんかホテルを手配してくれてるらしいので、とりあえずそこに行くようです。まあでも直行便待つより多分早く帰れそうなので、良かったのかな。なんかありとあらゆる路線にちゃんとカタールエアウェイズの人がいて、すごい路地がすごい。こっからバスに乗ってホテルに行くみたい。なんとシンガポールからアナ便振り返られたみたい。日本へは12日日曜日、日曜日18時25分発なので、8時間遅れぐらいで到着できるみたいです。ホテル着。なんか2部屋つないでもらったら、こっちの部屋のが全然広い。そして暑そうだ。
昼などなど。あら、美味しそうじゃない。ダルフィッシュ、お、ダルカレー、私の大好きな本場の中東は料理が美味しいイメージが、カタールの空港のラウンジのイメージが美味しいなっていう印象ある。白い、なかなかレストランは景色がいい。すごい、あっちの方がめちゃくちゃ近代的なビルが立ち並んでいる。ダルスープがめちゃくちゃ美味しい。なんか街にいる人たちが俄然男性ばっかり、本当に女性が少ない。まあ、今日は休日らしい、カタールでは。そこのモスクに入っていく。再びのドーハの空港、無事入れた。有名なクマ、すごい。免税エリアにアップルストアがある。1ドルいくら、150円ぐらい。私のやつがフルプライスで1532ドル、27万。じゃあここからシンガポールへ7時間半。もうサムスン強し感が出てるね。多分トランスファー D しかなくない。だってトランスファー D しかない、うん、ちなみにターミナル2に行きたいです。あ、じゃあこれ C と D で、 C から D に行くかどうかだから、トランスファーカウンター E に向かいます。そして最後はなぜかアナビになりました。ようやく帰れそう。今一悶着あったけど、
スーツケースは2個ちゃんと届きました。お土産袋が届かない。